皆さんこんにちは、一品館の清原です。それでは早速ね、このあのリークのですね、25万8000円税別の、ダックナイズプリメインアンプステレオ230を聞いていくんですけれども、最初につなぐのはですね、このポークの R200AE スピーカーケーブルエアボーのベータ3000の SPK300 というものをつないでおります。でこのリークはですね、こちらにあるちょっと長いですけど5メーターあるんですけどね、オーディオクエストの USB カーボンというケーブルで、エアボーの MBN51 リミテッドというね、特殊な音のいい電源が備わったエアボーのノート型のミュージック PC につながっております。音源はこのノート型のミュージック PC に収録されていまして、それをですねアプリルーンを使って聞いていこうというふうに思います。ではまず1曲目ですね、いつも聞いているせせらぎから聞いていこうと思います。まず1曲目せせらぎを聞いていました。これはね、この R200AE っていうのはなかなかこうアンプを選んでですね、少しこう気難しいというかなりにくいところがあるんですけど、このねリーク230はすごくこの R200AE に合いますね。いいのは R200AE ってね、ちょっと上がね、DQ アンプなんかで鳴らすとこのスピーカー自体の歪みや響きが非常に少ないので、 DQ で鳴らすとちょっとこう艶が足りなかったり、こう上が伸びきらない感じがするんですけど、アナログアンプを搭載するこのリーク230とつなぐとですね、上の音がとても気持ちいいですね。こうクーッと上まで伸びて、そしてこの音の広がりですね、今聞いているとですね、こうサラウンドで聞いているように本当に壁の外側にまで音像が広がっていくので、R200AE でですね、これだけの音の広がりをこの価格のアンプで出してくれるっていうのは、これは素晴らしいと思いますね。リークの一つ前のステレオ130っていうのはもう少しこうこじんまりした音で、どちらかというとちょっと細身でですね、ちょっと音が硬かったんですけど、これは全くそんなことがなくて、芳醇っていう言葉、それと艶やかさっていう言葉がぴったりくるような、非常にこう滑らかかつ透明感も高く、きめ細やかで、音が非常に大きく広がり、遠くの鳥の声、小さい鳥の声まではっきり聞こえて、すごくよくできているアンプだなというのが第一印象でした。では次はですね、88.2kHz 24bit のですね、ヒラリー・ハンサーのバッハバイオリンコンチェルトを聞いていこうと思います。
ヒラリー・ハーンさんのバッハバイオリンコンチェルトを聞いてみました。一つのね、このオーディオ機器の指標としてですね、音が聞こえてるだけではなくて、その音の向こう側が見えるかどうかっていうのがね、とても大事だと思うんですけれども、今の音っていうのはね、すごくそれが伝わってきますね。例えば奏者が体を動かしている、まあ、ヒラリー・ハーンさんがこうバイオリンを弾いて、こういうふうに体を動かしているというような動きが伝わってきますね。これがやはりオーディオ的って僕が表現するような装置に音だとですね、音は鳴ってるんですけど音しか聞こえないんです。音の向こう側の気配とか動きとかそういうものが伝わってくることによって音楽の躍動感、音楽の動きやニュアンスというものが伝わってくるので、そこはとても大事にしているところなんですけど、このリークのですね、230とポークR200AE、まあ、ポークの R200AE というのはこれは割とニュートラルで、割とどっちかって厳しめな音のスピーカーなんですけど、やっぱりこのリークのですね、ステレオ230が非常にいいんだと思うんですけれども、とても楽しく動きのある演奏として、聞くことができました。よかったと思います。次はですね、ダイアナ・クラールさんのラブ、フラッグ1国に4の入れぞ、こちらを聞いていこうと思います。Is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore and love.Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.ラブを聞いてみましたけど、低音がよく出ますね。奥行きがね414ということで、もうほぼ奥行きがほぼ普通のフルコンポなんで、まあ前から見ると3分の2コンポですけど、横に置くとですね、ほぼフルコンポのサイズになるんですけど、それにしてもですね、このサイズのアンプでですね、これだけ R200AE から低音出せれば十分じゃないかなと思います。良質な低音、非常に豊かで低いところまで出るスピーカーであるということが、このリークのですね、ステレオ230とつなぐことによって、そこがきちっと発揮されたというふうに思います。では次はですね、割とスピーディーな曲ですね、まあ、立ち上がりとか切れ味、そういった部分をチェックするのに最適な曲ですね、渡辺和美さんのですね、マイフェイバレットシングスギターソロですね、これは9624のフラッグの配列です。こちらを聴いていこうと思います。
ターソロを聴いていました。さすがにね、5弦6弦ギターでいうと一番上から6、5なんですけど、この2本の太い弦の低音はちょっと膨らみますね。4、5、6、特に1、2、3、4、5、6じゃない、ごめんなさい、4、3、2、1、特に1、2、3 の, 高音源の音は非常に美しくて、切れ味も良くて、色彩感がよく出て、高いギターらしい音が鳴ってね、とても良かったと思います。ただ、5弦、6弦の音は、さすがに、スピーカーとこの、プリメインの組み合わせだとちょっと膨らんだので、後ほどですね、パワーアンプを追加することによって、そこの膨らみがですね、取れて、低音がさらにこう濁りなくスッキリとなるかというところはチェックしてみたいと思います。そこを除いてね、立ち上がりも早いですし、このギターの金属的な音の鋭さもよく出て、しかもその金属弦の凛とした音の輝きと、あとこの気を使っているギターの響きですね、この対比も見事に再現されたんじゃないかなというふうに思います。では最後ね、玉置浩二さんの夏の終わりのハーモニーですね、これを2分ほど聞いてみようと思います。今日のささやきと昨日の争う声が二人だけの恋のハーモニー、夢も憧れもどこか違う、私がオーディオ機器の音を聞き分ける中の一つの指標として、ピアノの音をかなり重要視してチェックしてるんですけど、これピアノの音いいですね。ピアノの音っていうのはこの非常にこう剛性の高いごつい金属と、それと分厚い木なので、こう強い響き、細かくて強い響きと緩やかな響きみたいな、いろんなこう情報が混ざってて、多分波形的にはすごく複雑なんじゃないかなと。ギターとかバイオリンよりもすごく鋭い波形と柔らかい波形が混ざっているような複雑な信号なんじゃないかなと思うんですけど、アンプやスピーカーがですね、余計に響いてしまうとその音ってすぐ濁るんですね。でもこのリー君ステレオ230と僕の R200AE で聞くとですね、このピアノのクリアな美しいイメージ、グランドピアノらしい美しい響きがですね、非常にうまく再現されてたんじゃないかなっていうふうに思います。では次はね、このリークにですね、クオードのパワーアンプですね、アルテラモノを接続して同じ5曲を聴いていこうと思います。